はい、今日は、前回つけた競泳の 15mm のワイトレですね。今のところリアだけにつけてるんですけれども、こちらです、 15mm のワイトレ、これ装着した状態で、ちょっと高速道路走って、ブレとかないかどうか今日はチェックしてみようと思います。では一区間だけなんですけど、ちょっと走ってみようと思います。この先踏切です、ご注意ください。で、まあ、今回購入したのは、15mm のワイドトレッドスペーサーですけれども、まあ、本来は1万4000円ぐらいする商品なんですけど、今リアにつけてるやつは一応中古品で Amazon アウトレットで購入したので、8300円ぐらいですね、8300円ぐらいで買ったんですけど、まあ、中古品とは言っても本当にすごい綺麗な状態なんで、ほぼ新品ですね。だいぶお得に買うことができました。届いたスペーサー開けて見てみましたけど、傷も本当になくて、ほとんど使った形跡もないので、まあ、新品同様の商品ですね。まあ、お得にゲットすることができたんですけど、まあ、それはちょっと1セットぐらいしかなかったので、今注文して待ってるやつは新品ですね。フロントに今度つけようと思ってるやつは、まあ、全く同じものなんですけれども、新品の商品ですね。なんで、まあ、本当は1万4000なんですけど、今回新品の方は、フロントにつける方は上新のウェブショップでちょっと安かったんで1万1000ぐらいで買いました。それはまだ到着してないんですけどね、来週あたりになるのかなと思うんですけど、まあ、だいぶ辛い位置にはなりましたね。まあ、車高も、まあ、今湾岸のダウンサスを入れてるんですけど、これぐらいの落ち具合だったら、まあ、爪折りはいらないかなと思うんですけどね。そんなにベタベタに落ちてるわけじゃないので、全然まだ余裕があるので、干渉するってことはないと思いますね。タイヤもちゃんとギリギリフェンダーの中には収まってるんでね。ただ、まあ、ミラーからタイヤ回ってるのが本当確認できるぐらい出ましたね。まあ、普通に装着するんだったら 15mm くらいがベストかなと思うんですけどね。 15mm が限界なような気がするんですけどね。今は本当にリアだけなんで、フロントの方にもね早く装着したいんですけど、まあ、とりあえず今日はリアに今つけた状態で高速走ってみます。すぐ先 N システムです。まあ、装着して走ってますけど、全然違和感とかは全くないですね。今まで通り運転できてる感じで、全くブレもないですし、ただまあスピード出した時にどうなのかなって、多分大丈夫だと思うんですけど、競泳のねワイドトレッドスペーサーはやっぱり評判いいんでね、どうせつけるならいいやつをということで、
まあ、一応車検最近ありましたけれども、車検の後につけようってずっと思ってたんで、まあ、車検受ける前にちょっとつけたらなんか指摘受けそうだったんで。ディーラーによっても違いますよね、多分ね。そのままやっちゃうお店もあれば、ちょっとこれでは車検できないって断るお店もあったり、まあいろいろ面倒くさいことになったら、まあ、また外さなきゃないとかってなったら面倒だったので、まあ一応車検終わった後に今つけてみたんですけどね。まあそこの仙台港インターチェンジから乗りまして、あっという間に終わるんですけど、仙台港北の方まで乗ります。まあ今日は確認だけなのであっという間に終わっちゃいますけどね。トレッドが広がることで旋回性能は向上しますっていうことも書いてたんですけど、まあそんな違いはないと思いますね。本当にもうわずかな気分的な問題ぐらいの感じだと思うんですけど、高速で50円ってなかなかないですよね。いやでも全くブレもなく問題ないですね。左方向すぐ先 N システムです。
とは、フロントの方ですね、商品また同じもの届いたら装着してみようかなと思います。4輪全部に装着して、まあ、一応もう一回ちょっと試しにテスト走行してみようかなと思います。まあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。また次回も動画アップしていきたいと思います。今日はこの辺で失礼します。